おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1603です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後方にも言ったと思いますけど、今回もまたフィグマですね。こちらを紹介したいと思います。で、こちらは過去にもね、何体かやっておりますけど、この単品で一応完結するんだけど、ちょっとめんどくさいっていうね、そういう仕様のものとなっております。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、フィグマの SP111 豊崎エナ、こちらをね紹介していきたいと思いますけど、これですね、過去にも出ておりますリトルアーモリーですね、こちらからの登場というふうになっております。で、こちらをね、何がめんどくさいかと言いますと、多分こちらの今見えてる状態だと、ここのところにエナ本体がいて、表情パーツ、ここにハンドガン1丁と無線機かなって思われるやつがあるんですけど、肉眼ではここのところにちょっとランナーがやっぱり見えてまして、こちらのランナーを切り離して組み立てることによって出来上がる武器を持たせなきゃいけないということで、この単品でランナーに入っている武器を使わないと、ハンドガンとかね、これしかなくなってしまうので、プラモデルを作ったことがある経験者じゃないとちょっとめんどくさいかなっていう感じですね。はい、一応パッケージとしてはこんな感じで、下の部分が黒で、上の部分が各キャラクターのカラーみたいなね、そんな感じになっている200万以降の仕様ってやつですね。はい、で、側面を見るとこんな感じ。まあ、これイラストですね。こんな感じになってて、ここですね、リトルアーモリー89式 5.5 ミリ小銃ってやつですね。これの PS 製ランナーキットっていうのが付属してますよっていうことで、このランナーですね、これを切り離して組み立てて、この状態になるっていうか、多分ここの2つですね、多分ハンドガンとマガジンがありますけど、ハンドガンは多分もともとね、先ほどのパッケージに入ってるやつだと思います。マガジンはあったとしても多分ここら辺ですね。先端の銃剣みたいなやつが、この辺が多分組み立てるやつだと思うんで、ちょっとめんどくさいなと。で、バイポッドに関しましては、ここの道路の V 字というかね、こうなってるやつと付いてるやつがあるんで、これまあ選択式だと思います。で、裏を見るとこんな感じですね。まあキャラクター本体がこうやっていますよと。で、ここのところに組み立てて銃を持たせたいとか、ここの段ボールは多分背景シートとか別売りの商品ですね。そちらをまあ持たせてる感じだと思います。で、ここのところに今まで紹介してきた2人ですね。まあこれを組み合わせて、まあこんな感じできるとかね。こんな風になってますよと。で、表情パーツがこちらの元々あるやつと、ちょっと険しい表情パーツみたいな。この2つしかないみたいですね。はい。で、こちらは付属する組み立て式ランナーキットは、リトルアーモリー89式小銃と9ミリ拳銃って書いてますね。まあ9ミリ拳銃は多分もともと先ほど入ってたやつだと思うんで、一応こちらのプラモデルがね、組まなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいなって感じですね。はい。で、側面がさらにこんな感じで、あと上と下ですよと。はい。で、こちらに関しましては、今のこちらをね、組み立てた状態を見ていただくと、なんとなくわかると思いますけど、前まではやっぱりスコープがありなしとか、ここの部分を組み替えなきゃいけないとか、結構そういう選択部分が結構多かったんですけど、今回はバイポッドのありなしとかね、予備のマガジンがあるとか、多分ここの銃剣というか、これが脱着式だと思うんですけど、まあこんな感じですよっていう感じなんで、今までのやつに比べるとまだ比較的組み替えがないんで、まあいいかなって感じですけど、ちょっとめんどくさいなと。ここを見るとちょっとナイフをぶら下げてるんで、この銃の先端につけれるもんなのかどうかってもよくわかんないですけど、まあこんなのがあるんでね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。では早速ですね、上から行きたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。豊崎エナ本体と、ここへの表情パーツとハンドガンと無線機かなと。で、ここのところに収納袋と手首パーツ一式、いつものベースといつもの支柱が入ってますよと。あと説明書ですね。で、裏のところ、テープで貼られてるのは、ここのところ一応ケースみたいな感じで収まってますけど、ここのところに組み立て式のね、銃のランナーがガツッと入ってるって感じですね。まあ、これは組まなきゃいけないですよと。はい。で、それ以外に、じゃんと、これですね、中出しですね。こちらのところ、特に点線とかないので、これ、ハサミで切る必要性がありますけど、これを組むことによって、まあ、箱のね、裏にもありました、手持ちさせてた段ボール箱とかね、そんな感じとか、ここのところに腕章があるということで、まあ、これはね、切り離さなきゃね、使えないっちゃ使えないんですけど、これはね、気持ちとしてはやっぱり、点線でね、過去にありました、D ステージ用のカバースキーみたいなね、そんな感じでこの状態で手でちぎるだけでもこう使えるみたいなね、そっちの方式が良かったかなって感じがあるんで、これ切るの結構大変なんでね、全部こうカッターで切るか、端の方から全部切り離していっていかなきゃいけないっていう感じになってるんで、この中出し全部ダメになってしまうんでね、それだったらグッと押してね、バチバチっと外せられるよね、そんな感じのものが良かったかなと。で、組み方としてはこんな感じになってるんで、まあこちらをねコピーして使ってもいいですけどね、まあこの状態の方がいいかなと。一応ここにも書いてますね、カラーコピーして作成すれば失敗しても本紙は残るため安心ですということで、まあカラーコピー推奨という感じかな。うん、そっちの方が私もいいと思います。逆にこれね、大量生産できるんでね、それもありだと思います。はい、まあ今回こちらね組まないですけど、こんな感じのものもあるという形になっております。はい、ではですね、こちらケースから出してパーツ一式とりあえずザッと出していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱と、こちら付属の武器のためのランナーですね。そして表情パーツとハンドガンと無線機だと思われるもの、あとこちらのところに手首パーツと手首ホルダー一式、
予備の手首ジョイントと豊崎エナ本体を置いてあります。で、説明書の方がこういう風に2つありまして、1つが豊崎エナ専用の説明書みたいなね、そんな感じですよと。一応腕の部分はこういう風に引き出すことができるんで、可動域を広げることができるとかね、ハンドガンはこの手首で持たせますよとか、こちらですね、多分無線機、これは後ろのところについてるところに格納することができるとかね、一応こんな感じです。パーツリストとしてはこんな感じ。これ単品だとかなりパーツ数は少ないんですけど、まあこんな感じで入ってるよと。で、裏を見ると英語表記と、これだけですね。こんな感じとなってます。もう一個がこちらですね。80式 5.5 ミリ小銃ですね。こちらの組み立て参考書、参考書なんです、説明書じゃないですね。一応こういう風に見ていきますと、まあ、こうやって組んでってこの状態で完成しますよと。こちらの銃剣に関しましてはこの状態でスポット入れるとかね、バイポットはここで選択ですよと。一応ここですね、この2つだけだね、選択式なので、こちらでつけるかこちらでつけるかみたいなね、多分これに関しては接着のような気もするんですけど、まあとりあえず接着なしでもいけそうだったらそのままいきたいと思います。で、この D3 って書いてるこちらですね、こちらはアクセサリーパーツですということで、これは予備のマガジンみたいな、そんな感じですね。はい。で、一応こんな感じですよと。で、裏を見ると英語表記というだけなんで、基本的に先ほどのやつと同じような感じで組むことができるという感じになっております。はい。なので、ここのところにスコープがついてて、それのありなし、しかもありにする場合は接着しなきゃいけないよとか、そういうわけではないので、これはね、この状態で出来上がってくるんで非常にありがたいですね。ただバイポットをつけたりつけなかったりっていう時には、この部分が多分保持力弱いと思うんで接着する必要性が出てくると思いますけど、そうじゃない場合は簡単に脱着できればありがたいなって感じですけどね。まあそれはちょっとやってみなきゃわかんないですね。で、先端につける銃剣部分に関しましても、特に接着とかその辺も特に乗ってないので、簡単に抜き差しできるような感じだと思うんでね、これもまた実際に組んでいって確認したいと思います。はい。ということで、早速ですね、パーツ一式、ざっと手前の方にちょっと寄せてしまいまして、よっこらっしょいと。はい。では、エナ本体の稼働範囲いきたいと思います。この状態でぐるっと回すと、こんな感じとなってます。まあ、平均的な作りって感じですね。ただ、腹部についてるこちらのマガジン入れのケースっていうかね、これがかなり稼働を制限しそうなんで、これがちょっと気になるポイントかなと。あと、後ろにつけてるね、ここのところケース。これに先ほどの無線機を入れると思いますけど、これもちょっとね、干渉源になりそうなんで、ちょっと見ていきたいと思います。では、とりあえず頭部ですね、この状態でいきたいと思いますけど、はい、左右の稼働はこれが限界となっております。どうしても後ろ髪がですね、この状態でまっすぐ落ちてて、一枚物のみたいな感じになってればいいんですけど、内側にこう巻き込むような感じになっちゃってるんで、首周りっていうかね、これを覆ってる関係で非常に稼働範囲は狭いですよと。で、下はいいんですけど、上はこれが限界です。で、頭部を見ていくとわかるんですけど、こうですね。こちらの頭部は軸軸タイプです。これがですね、軸ボールだったらもうちょっと話は変わりますし、首の根元も動いてくれればもっと可動域ね、変えられたと思いますけど、こちらに関してはこのタイプなんでかなり狭いと。今回付属している銃がスナイパーライフルとかね、そっち系だったらこの頭部の形状だともう最悪の部類でしたけどね。まあ、とりあえずそういうわけではなさそうなんで、普通に構えられればいいかな程度であればこれでいいと思いますけど、やはりちょっとね、後ろ髪が長いキャラクターはこの辺の構造をもうちょっとね、ガシガシ動かせるとか、ここでカット入って稼働するジョイントタイプ、またはこちら自体が結構柔らかくてね、干渉しても問題ないみたいなね、そういうタイプの方がありがたかったかなという感じでしょうね。はい。で、次に腕ですね。腕に関してはここのところでロールできますよ。肘に関しては、まあ、90度より曲がってるぐらいかなと。で、あと手首パーツですね。ここに関してはここのところにジョイントが入ってるんで、こういう風に動かすことができるのと、今簡単に抜けました。一応こちらね、そんなにガッチリハマってるわけじゃないので、簡単に抜き差しできそうなんですけど、ちょっと保持力は弱めっていうか弱すぎるぐらいなんでね、そこがちょっと気になるポイントかなと。で、腕のここの部分は引き出し機構が入ってますんで、ここのところをグッと引っ張ってあげるとカード域を広げることができますよと。はい。一応こちらが両方ともありますよと。で、こちら両方とも入ってるんですけど、反対にこうやって押し込んだりすると、もう反対側もで確か出るというか、干渉し合ってこうガッタンガッタンいくような記憶があったんですけど、そういうわけでもなさそうなんですけどね。ちょっと右側の方が可動域が広いっていうか、奥まで入ってんだけど、こういう風にちょっとスカスカになってるんで、これがちょっとね、個体差によって気になるポイントだと思います。一応まあこんな感じですよと。はい。で、ボディに関しては胸部のここで動きます。これもかなり緩いです。普通にグッと力かけないで指でこうやってやるだけでも簡単に動いちゃうぐらいなんで、非常にここは緩いので、ここはちょっとね、補強しておいた方がいいかもしれないですね。引っ張って抜けるようだったら、あ、抜けますね。うん、これぐらい今ね、簡単に引っ張って抜けるんで、ここの部分はあらかじめね、パーマネントマットバーニッシュとか塗ってちょっと保持力高めておいた方がいいかもしれないですね。うん、戻すのも非常に簡単なんでね。いやー、これはね、いろいろ緩いですね。今表情パーツも簡単にポロッと取れちゃうぐらいなんで、軸が短かったりとか保持力が弱かったりっていうね、ちょっと気になるポイントがあるんで、その辺はちょっと対策しておいた方がいいですね。で、スカート周りはこんな感じになってて、前後で割れてると。で、一応足の最大はこれぐらい、まあもうちょっといきますかね。で、こちらのナイフはここのところでついてるよと。
で、こちらは柔らかい感じですね。うん。これはまあいいんですけどね。まあこれを柔らかくするんだったら後ろ髪も柔らかくしてほしかったかなって感じがありますね。で、腰の引き出し機構は特にないですよと。ちょっとありそうな感じなんですけどね。まあ特にないですよ。で、前後はこういう風に動かすことができると。まあここのね、隙間をうまく利用してあげれば、かなり広く動かすことができると。で、動かしすぎると中のパンツの部分にがっつり足がね、食い込んで、こちらのパンツの形状をぐちゃぐちゃにしてしまうと。ちょっと右足部分がね、来てるんで、それをちょっと考慮しなきゃまずいよと。で、腰のひねりもちょ、ここでできるっちゃできるんですけど、これも緩いですね。うん。で、足はここまで曲げることができます。足首はここで稼働させることができますけど、ここの部分で一気に稼働してくれるんで、可動域はちょっと広めという感じですね。で、足はここまで曲げることができて、つま先も一応稼働するよと。ちょっと渋いですけどね。まあ一応動くという感じになっております。はい。なので、干渉部分がちょっと多かったりとか緩かったりする部分が結構あったりとかね、かなり気になる部分があるんで、その辺は考慮しながら動かさなきゃいけないよという感じでしょうかね。はい。やはりちょっと後ろ髪が長いキャラクターは、そこを考慮した構造にね、なってほしいんですけどね。はい。一応そんな感じですよ。で、背中のっていうか腰ですね。ここのところにある穴のところに、付属の支柱パーツ。これを差し込みますよ。で、ここの角度変更ジョイントはもともとセットされております。なので、封を切った時に入ってなければ、これは欠品扱いになってしまうので、これはメーカーの方に連絡という感じですね。一応こんな感じです。三角のマークが特にないやつなので、こういう風に、まあ、曲げていく必要性があるんで、高さですね。これがうまく合わない場合は、今の状態でつけてしまうと、やっぱりちょっと浮いちゃうっていう感じかな。うん。これぐらいちょっと浮いちゃいますね。なので、こちらは上に向けてこう下げると。こっちの方が多分立たせやすいと思うんでね。こういうような一応工夫して立たせるみたいな、そんな感じになると思います。一応立たせるとこんな感じになりますね。うん。まあ、いつもの通り工夫次第でバッチリ立たせられるっていうのは変わらずって感じですね。まあ一応こんな感じで立たせることができるという形になってます。ではですね、表情パーツの方の交換いきたいと思いますけど、表情パーツはこちらの一種類のみという形になってます。交換方法は先ほどね、ちらっと外しましたけど、前髪外します。表情パーツも外します。そして選択して表情パーツって言っても1個しかないですけど、これをつけてあげて、前髪を戻すだけですよと。はい。で、こちらですね。先ほどからちょっとポロポロ落としてますけど、これがですね、左右で髪型の形状が違う影響で、ちょっと掴んだ時に、掴み損ねるんですね。こっちが反対も同じく長ければいいんですが、こっちがスカッとなってしまうので、ちょっと掴みにくいというかね、その髪型の形状を把握しながら掴むみたいな感じになると思いますからね。まあこんな感じで取り付けると、こんな感じで変えることができるというふうになっております。はい。で、付属の手首パーツ。こちらを使って、付属のハンドガンとか無線機。これを持たせることができると。で、ハンドガンに関しましては、グリップに対応した手首パーツが2つありますけど、こちらとこちらで若干形状が違うよと。で、ハンドガンがちょっと肉厚っていうかね、グリップ部分が厚いので、こういうふうに、確認してつけた方がいいかもしれないですね。一応こちらだと結構ね、ギチギチになってるんで、ちょっとこちらの広いやつの方がスッと持てる感じですね。はい。一応こちらの手首パーツをつけていこうかなと思いますけど、付け方としましては、こちらの手首パーツっていうかね、腕の方から手首パーツをスポンと抜きます。そしてここのところにただただ差し込むだけですよ。はい。これで簡単に手首パーツに武器を持たせたっていうね、この状態にすることができますよと。で、無線機に関しましても、こちらのところにある、これですね。左手のところに指がこうなってるわけではなく、そのままこういう形になってる手首パーツがありますんで、ここのところにそのままスッとというか、結構強引にかな、持たせることができると。はい。ただ、今持たせた感じとしましては、これこのままずっと持ってると、手首に対して、こう、かなりテンションがかかっちゃってるんですね。なので、この状態で固まる可能性があるんで、使い終わったら外すと。で、ちょっと戻すみたいなね。そういう風にしておいた方がいいかもしれないですね。で、こちらの手首パーツに関しましては、銃の底っていうかね、両手持ちさせた時のこちらの手首パーツみたいになってますんで、まあ、これでもいいですけどね。この2つを使って銃を持たせるという感じかな。はい。で、こちらの無線機に関しましては、使わなければ腰のここのケースのところに入れておくことができますよと。ただ、こちらなんですけど、このパーツ自体が成形パーツで、こちらも成形パーツでっていう感じだと思いますけど、色は多分塗ってると思うんですよね。なので、この状態でずっと入れておくと、中で固まったりとかね、くっついて外す時に、ベリッとね、行くとかね、そういう可能性がありますんで、これも使わなければもう抜いておいた方がいいかな。ただかなり抜きにくいですね。うん。裏のところにへこみがあって爪を引っ掛けられるとかね、そういうわけではないので、一回入れるとなかなか抜きにくいと思いますけど、まあこんな感じで入れておくことができるよと。
これがですね、入れることによってちょっと干渉源になってしまいますけど、こんな感じにすることができると。まあ、とりあえずプラモデルのパーツを使わないでも、まあ、こんな感じにすることができると。で、あと腰に下げたナイフですね。これに関しましては、ここから抜くことができないので、これはこれでおしまいという感じになっております。はい。ということで、こちらの方の、豊崎エナの方はこんな感じで完了という形になりますので、次はですね、こちらの武器パーツですね。こちらの方の組み立ての方を紹介していきたいと思いますけど、これからですね、こちらのパーツを全部バラして、パーツの方の段取りですね。それをここにザッと用意してしまいたいと思います。はい。パーツの方切り離し完了しました。一応切り離すとこれだけのパーツなんで、かなりパーツ数はね、少ないと思います。ということで、早速ですね、組んでいきたいと思いますけど、こちらですね、ベースとなるのがこの一番長いやつですね。こちらの側面の部分に、このパーツをつけますよと。で、つけるときに穴のありなしとかね、一応そんなのがあるみたいなんで、一応そちらを確認してつけていこうと。一応これは内側のところにあるピンですね。ここのところにうまくスポスポッと入るようになってますんで、それに合わせてつけてあげるだけと。はい。ちょっとですね、先端部分がちょっと浮いてるような感じがあるんで、これは接着した方がいいと思いますね。まあこんな感じでつけてあげまして、これの側面だね。ここのところに凹みがありますんで、この凹みの部分に、こちらの側面にちっちゃいピンがあるんですね。これをここにスポッと入れてあげますよと。これに関しましてはちょっと奥の方にね、しっかり入ってくれると思うんですけど、今みたいな感じで飛ぶ可能性がありますんで、あらかじめですね、注意しながら組む必要性がありますよと。はい、なんとか入れることができました。これに関しましてはグッとね、しっかり奥まで入ってくるんで、全然これで逆さまにしても落ちないっていうね、こんな感じのパーツを作りましたと。そしたらこれちょっと置いておきまして、今度はグリップとこちらのストック部分ですね、これをここで組み合わせますよと。これが後々抜けるようであれば接着した方がいいですね。まあ、とりあえず今は接着なしでいきたいと思いますけど、こんなパーツを作りまして、これの上ですね、ここのところに組んでいたこいつを上に乗っけるだけですよと。一応これじゃ乗っけるね、向きとか決まってますんで、それで確認して刺してあげますよと。で、後ろのストック部分がこうやって外れてしまうので、こっち側の上部ですね、ここにもピンがあって、こちらのね、今入れたこちらのパーツの、こちらですね、これとスポットでハマるみたいな感じで、これが抜けないようなね、感じにしてくれれば接着なしでよかったんですけどね。これがちょっと気になるポイントですけど、こういう感じにすることができますよ。で、こちらのパーツの下の部分ですね。ここかな。こちらの部分に、こちらのバイポットをつけることができるよと。こちらが収納状態のやつをここにパチンと入れることができるんで、まあこの状態でもいいですし、これを外してあげて、こちらの展開状態のやつをつけることもできるよと。はい。で、取り付けてる場所が細い部分につけてる関係で、こちらですね、力かけるとポキッとね、折れる可能性がありますんで、そこだけちょっと注意しながら入れると、こんな感じでつけると。一応カチッとはまってくれるんでね、こう振っても抜けないのは非常にありがたいですね。なので、この状態かこちらの状態、これ両方ともこじ力バッチリだったんで問題ないですね。ただこちらに関しましては、これが抜けるっていうね、これだけちょっと惜しいんで、これはもうちょっとね、改善してほしかったかなって感じですね。で、あとまたこちらを抜くときには注意しながら抜きますよと。とりあえず今の状態だとこちらね、収納状態にしたいと思いますんで、これをここのところにつけておきたいと思います。はい。そしてこちらの下の部分ですね。ここのところにマガジンをつけますよと。で、マガジンパーツは2つありまして、片方はピンありなんで、こちらのピンありのやつをここにつけますよと。その時に一応向きも決まってるみたいなんで、まあ、こんな感じでつけると。で、これはもう外れちゃうんで、非常にイライラするポイントとなってきました。はい。一応こんな感じですよと。そしてこちらの先端部分ですね。ここのところにこちらの銃剣というか、これをつけることができるんですけど、保持方法が2点で止めると。こちらの中央にあるこのリングパーツですね。このリングの部分がこの銃口が入りますと。で、下のところにこちら凹みがあるんで、これがこのバイポットつけてる手前のところにちっちゃい部分があるんですけど、ここのところにプチンとはまりますよと。で、重心の部分の方が実はきつくてですね、こちらの部分はほとんどこのブレ防止みたいな感じになってますんで、差し込むときに力かけてミスるとグッといくとポキッといっちゃうんで、入れるときに注意ですね。一応この部分を確認しながらグッと入れてあげると、こんな感じでつけることができる。これに関しましてはね、接着なしでいけると思いますんで、こう逆さまにしてね、スポッと簡単に抜けるようであれば接着した方がいいと思いますし、そうでなければここの部分の重厚部分をね、ちょっと太らせてあげて、こうグッと差し込んでね、保持できるというかね、そういう風な加工してあげるのもありですね。まあこんな感じにすることができると。なので余剰品としてはこちらのね、展開5度バイポッド、あとは予備のマージンですね。これで一つにまとめてこんな感じにできるんでね、これは結構良かったですね。で、こちらを持たせるときにはこちらの方のエナの手首パーツですね。今ハンドガン持たせてますけど、ここのところにこいつをつけると。ちょっと今ストック外しましたけどね、まあこんな感じで保持させて、準備ができたらストックをつけると。まあこれはもう接着した方がいいですね。まあこんな感じでつけることができますし、この状態で片手保持以外で反対でですね、左の方でこちらの手首ホルダーのところからこの手首パーツをつけて両手で構えるとかね、こちらの手首パーツがあればこのマガジンを持たせてね、交換状態をね、再現できるとかね、こんな感じのものもありますんで、
まあなかなか遊べるんじゃないかなと。まあこちら組んだ感じとしましてはやはりですね、全体的な造形はやはりリトルアーモリーということでとてもいいですよと。ただストック部分が外れやすいっていうね、この点だけがちょっと今回惜しかったんで、これがしっかりとねカチッと止まってくれて、もうこれで大丈夫っていう状態だったらより良かったかなっていう感じですね。せっかくバイポッドのこの部分も脱着でできるように保持力もバッチリだったし、先端部分のこのね銃剣というかこちらの部分も良かったんで、ここのねストックだけ惜しかったんで、それが改善されてれば良かったかなっていうのがありましたけどね。まあこんな感じですよと。はい、いかがでしょうかね。はい、一応今回はこちらのフィグマの豊崎エナ、こちらをね紹介していきましたけど、やはり髪の毛パーツ、これがどうしても干渉源がね大きくて、もうちょっとここの部分が改善されてるような方式だったら良かったかなと。肩の引き出し機構がね生きてるんで、腕周りの可動範囲が広いとかね、そういう部分があったりはしましたけど、頭部周りがねあまり動かないっていうのがやはりネックになってくるんで、これがもうちょっと改善されてれば良かったかなと。あと腹部周りといいますか、緩い部分が結構あったりとかするんで、本体の部分も個体差が結構激しいのかなっていう部分があったんでね、それがもうちょっと改善されてればより良かったかなと。あと付属のこちらのね小銃に関しましても、ストックがちょっと外れやすいっていうね、それだけ気になりましたけど、まあ全体的には造形は悪くなかったかなって感じですね。気になった方はちょっとチェックしていただければと思いますし、別売りのリトルアーモリーのねこの武器セット、これをね組み合わせていろいろ遊ぶこともできますし、今までのシリーズと組み合わせることもできるんで、まあなかなか遊べるんじゃないかなと思いますね。まあ今後もいろいろ展開してくれると思いますんで、まあ一応期待していきたいと思います。はい、ということで次回ですね。次回は発売から結構時間が経ってて、ちょっとタイミング的には今かなって思ってるんですけどね、久しぶりのブリングアーツ、こちらをねちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。